空気が全然抜けない。秘密工法ね。床板は抜く。松の板抜く。傷がついても水をお湯を垂らすと傷が修復されちゃう。ここお湯が通る。これお湯が通る。それでこれを温めて、本当に寒い時ね、はい、あの補助暖房する時。建物は超省エネを目指して、考えて作りました。冬の日の当たる時は南側の屋根で暖かい空気をより上昇させる装置を作って、それを温まった空気を屋根裏から2階また1階の壁をダクトを作りまして、それで床下の基礎の中に全部溜めます。基礎はその熱が逃げないように全部保温工事をしてあります。でその床下で、降りてきた空気は先ほどここにある床のぐるりからギャラリから、自然に上がってきて、まあ、あの床下全部を温めますから、建物全体が暖房されます。でなおかつこのギャラリから暖かい空気が自然に上がってきます。日が出ない時、雨の日、雪の日のために補助暖房も考えてあります。ですから冬のエアコンはほとんど使わないで済みます。夏も放射冷却というので屋根の鉄板が冷えますから、その冷えたものを利用して冷たい空気をやはり床下まで持ってきて、床下全部を冷やしてその空気を放出します。ですから夏の朝起きた時には相当涼しい感じがいたします。